ちょっち待ってちょっち待って、よし、いける、やるぜ。コントロールキーボード Z、 矢印と Z、 OK です。はーい、うわうわといった絵文字を使ってる。猫口猫口。 I can't believe I'm finally out here in space。 ついに宇宙に来たことが信じられません。 And away from Lunaheim から離れていく。ルナヘイムは星の名前なの。私はまさに何年も前に両親がいた場所にいる。 That is just amazing stars。 本当に素晴らしい。 Amazing star、 驚きのスターなの。 Amazing star。 バブルガブのコアシップに乗って何人かを殺すのが待ちきれません。 Arm Space Grants。ソーセージ。私が彼の背を向けたらクワッコーテはとても悲しむでしょう。ソーサッチサッチか。シークランツエイントスペースジャン。宇宙ゴミに向かって愚かなうなりごりを上げる。シリー、精神的にバカだと思われる場合にもう話すのやめておきます。何、プレイヤーにバカだと。わ、かわいいじゃん。クワックってカエルなんだ。おっと、敵かわいいぞこれ。ダイ、なん、パワーアップアイテムかと思った。あ、ちょっと待って、ちょ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 、ノー、やめてやめて、あー、ジャンクジャンクジャンク。主人公側が実はヤバい人物なんじゃない、これ実は。これ音楽はアヒルだと思っていた。僕もです。クワッスだと思ってた。クワッス、ブーホー、あれのな、カーニバルに変身すると言われている。あー痛い、ちょっと待って、チル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 、あーな、最初からだ。音楽帰っちゃったよ、音楽さん。あの、ちょっとこれ難しくない、意外に。当たり判定がでかいシューティングゲームはちょっと苦手かも。グラディウスはそうだったのに。あのグラディウスのプロと言われたツネさんが、秋晴れグラディウスをプレイしていた時に知らないおっさんが後ろで腕組みをしながら見てて、その時にゲームをクリアしたよ。ツネさん、怖かった。知らないおっさん、私のプレイを見ながらなんかおつまみ食ってたんだ。僕のプレイ、イエーイ、僕のプレイをゲーム実況のあれにしたのかな。これからゲーム実況というのあったんじゃない。これゲーセンにおいて人のプレイを見るという行為が現在今この状態になっているんじゃない。キャー、危ない、あーやった、勝った。あれ、何何何、ちょっと待って、何が起きた。あー、次のステージ行った。音楽さんは、音楽さんはどこ行ったんですか。音楽さん、ツネさんも今ハオさんのように後ろで。まあそうなっちゃうよね、おっさん。キャー、よし、やったぞ。なんか終わった。音楽本当にどこ行っちゃったの。あー、やめてください、やめてください、これは難しいよ。エナジーボール出してきたけど、あれめっちゃ当たり判定ちっちゃくない。音楽さんの冷圧が、音楽さんのすごい当たるわけないんだけど、この球危ない。あー、もうこれこいつ無視した方がいいんじゃない。早く倒そうよこいつを。パパ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 パ、どうせもう一体増えるだけだ。ダブルで増えたらどうなる。あれ倒したか、イエーイ。あ、カエルじゃなかった、ボスはアヒルだったよ。クワック、ダブルミーニングだったんだ。ダブルミーニングクワック。音楽帰ってきたし、こいつ弱いんじゃない。クワックワック、え、ちょっと待って、屋根を感化する。キャー、でもそんな強くないぞ。かっこいい曲だ。テーテケテケテテ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 、痛い。これ結構狭いよな、この隙間。
4個の玉をつなげた後にそれが終わるな。あ、だったか、まだか。イエーイ、終わった。ゲームが落ちてしまった。成し遂げたよ。可愛かったね、敵。ここ見たらカエルって分かったんじゃん。これ見てなかったわ、この敵時期を。なんてこった、勝手にアヒルだと思ってた。アヒル、でもアヒルだったけどね。おたわ、可愛かったな。すぐ終わったけど可愛かったよ。見えない。え、見えてない。すいませんでした。これな、もうここにあったんだよ、カエルという答えは。どうして見なかったんだろう。不思議だね。この子は何者だったん？ちょっとツインクール、ちょっと調べさせてください。ツインクール。なんか、宇宙の髪型ってこと？ツインクール。なかった。スタートゥインクルプリキュア上がれてきたよ。スタートゥインクルプリキュア。ツインクール。ツインクールはキラヤバの英語版だよ。キラヤバ？ツインキラヤバ。光、光るちゃん。プリキュアの光るちゃんの口癖ということ？それの海外のバージョンだとツインクールっていうの。ツインクール。